お聞きしたいことがあります。何でしょう。つくもの太ももか、うん、岩のおっぱい、うん、どちらか一つしか守れないとしたらどちらを守りますか。ちなみに守れなかった方は消えてなくなります。つくもの太もも。あ、ごめん、前うるさ、びっくりした、置いてかれちゃった俺。ごめん、先走ってた。どうした、どうしちゃった。つくもの太ももがあのね、顔がうるさい。顔がうるさい。ちょっと主張しすぎた。ちょっとね。大学くんはつくもの太ももうるさい。言うなれば俺よりもでかい。うるさい。当たりがきつい。もう、そりゃしょうがないよ。あ、そっち派？俺そっち派。あ、俺もそっち派。やっぱね。そうなの。え、なんでなんでなんで。え、俺は、結構もうすでに自分もあるし、ね、おっぱいはあるし、下野君そうそう、横から見るとサイボーグみたいな。あ、すごい分厚くて作り物みたいだよね。かっこいいけどなんかすごい、どんなエンジン内蔵してんだろうみたいな感じ、ね、中にすごいエンジン入ってんじゃん、搭載されてんじゃないかっていうぐらいね思う時あるから。いや、でももともとね、おっぱいは別にそんな、なんかこう大きかろうが小さかろうが、うんうん、どっちもいいんです。ほう、どっちでもいいんです。なるほど。本当に私は、まあ、柔らかいしね。柔らかいしね。大きかろうが小さかろうが、うん、柔らかいしね。その手つきやめてもらっていいかな。その手つきやめてもらっていいかな。やめてやめて、うん、それそうそうそう、うん、柔らかいけれども、そうそう、ただ太ももはやっぱ外せないんだな、ね、太ももってさ、うん、とても魅力があるじゃないですか。あるね。あの何、スカートで隠してるというか、スカートで見えなくなってるパターンもあれば、あればホットパンツみたいなの履いて、そうなのよ、見せるパターンもある。あるね。どっちもいい。さ、じゃあ次の次のお題行きましょう。ラジオネームつくもちゃん大好き。僕のことは嫌いになっても、ないのことは嫌いにならないでください。うるさい、うるさい、うるさいよ。どうした、どうしちゃったの。あともう一つ言っておきます。別に酔っ払ってるわけじゃないです。そうですね、はっきり言います。全員シラフです。はい、続いてつくもちゃん。